帰りなさい。ただいま。お早いですね。雨でお店が暇なもんですから。やはり時節柄バーなども多少違いましょうか。仕方ありませんわ。何か深いと思いますけど、なかなかありませんし、今月のお部屋で遅くなってすみません。いえ、いつでもいいんですよ。そうですか。じゃあ、何かいます？今日はどこへもお出かけにならなかったらしいです。机にかじりついて一生懸命原稿を。どうですか。あれで原稿ってものは相当お金になるもんでしょうな。いえ、まだ昨日なんかのお小遣いもなりませんの。そうですかね。それじゃあ大変ですね。いつも言うんですけども、奥さんみたいな関心な方はありませんよ。あ、同じ女でもうちのかみさんと来たしには島さえありゃ眠ってるんですからね。寝ちゃいないよ。ちゃんと聞こえてるんだよ。あら、お帰りなさい。ただいま。私が目をつむって考えてりゃ居眠りしてると思ってるんですからね。まあ、お釣りでございますね。いつでもよろしいんでございますのに。あんた、ぼんやりしてないとお茶でもおごらなさいな。結構ですの、本当に。ありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。いつ居眠りしていたって言うんだよ。つまらなくて承知ないよ。いいわけだね。悪いんじゃない？悪いのは頭だけさ。まあ、どうしてお仕事なさらないの？ね、どうして？才能がないのさ。そんなことないわ。君なんか分かるもんか。そういうのを気始めて言うんだよ。君の間違いだ。なんて僕たちのどこにもあるしね。君は自分の服を刺激的に見てごまかしてる。本当にこれで幸福だったら君はよくよくバカだぞ。バカでもなんでもいいわ。よくないよ。考えてみてまして。泣いてるのか。泣かすために言ってるんじゃないよ。泣く代わりに考えろってんだよ。どうしてそんなことをおっしゃるのか私には分かりませんわ。分かってるじゃないか。君はかわいそうだからさ。かわいそう？そんなことありませんわ。あなたの方がかわいそうだわ。バカ言うな。言えそうよ。私のためにお家を。お家へ帰りたくなったんじゃありませんの。冗談言うな。誰があんなうちへなんだ。ただ僕は君は気の毒なんだ。そんなことはしちゃいいよ。そう思ってるなら僕は助かるわけだ。
まあいいさ。そのうち僕だってちゃんとした仕事見つけるよな。もう泣くなよな。意地悪ね。あれだね、この間越してきたの。何してるんだい軍天さん、女が働いてるらしい。女に働かせるほどの男っぷりでもないじゃないか。あ、また一人帰ってきてる。お風呂ですか。いい気なもんだね、昼間からお風呂なんか行って感動されるのは当たり前だよ。そんな憎まれ口を聞くなよ。この間こっち来た隅の北鶴、僕たちによく似たような種類だね。そうですか。うん、やっぱり女の方が二人で似たようなもんがいるもんだ。違うわ、あなたは仕事してらっしゃるんじゃない。こんな俺もしない原稿家で仕事してるわ。だって私たちの方がずっと幸福よ。どうして。時々泣き声が聞こえるわ。じゃあいよいよ同じじゃない。いらっしゃるの。ちょっと散歩してくら。いつ頃お帰り。さあ何時になるか分かんないな。何でもない。また？うん。どうだ。少しは字うまくなった。お上手だわ。もっとも辞書なんてうまいからいいとは限らないからな。そうね。でもどこ持ってらっしゃるの？うん。おじさんのとこだ。叱られやしないこと？へきさん。まるで物分かりは一番いいものなんだからな。そう？うん。大丈夫かしら。大丈夫ね。出てくるの？出らっしゃい。お前が頼みに来るなんてよくよくだな。まあ待っとれ。飯ぐらいならごちそうしてやるからな。お前何が好きだったかな。
鳥はどうだ。鳥は、あの、鶏は。あ、何でも結構です。わかった。じゃあ、あら、水炊きはいいな。こうなるのもお前が世の中を甘く見過ぎとるからだ。いい加減に目を覚まさなあかんぞ。僕は眠ってなんかいないつもりです。それはないか。誰だって夢を見てるときに夢だと気づきやせん。覚めてから夢だと気づく。しげお、つまらん女に引っかかって一生台無しにするなんて自慢にはならんぞ。それはおじさんだって若いときには女に引っかかったこともある。だが肝心なときにはちゃんとケリをつけてしまっとる。それは不道徳ですよ。それじゃ第一女は返そうです。甘いよお前は。なことありません。それに宮古、宮古、宮古って何だ。いや、その女の名前です。宮古、いい名だな。宮古は何だよ。宮古は決しておじさんのおっしゃるようなそんなつまらない女じゃありません。そういうのを主観と言うてな、当てにならんよ。いや、僕の主観は確かです。これだけは誓って言います。まばたもえくぼか。いや、これ以上何も言わん。お前がいいと思ったらそれでいい。その代わりちゃんと自分の力でやってみ。そうすりゃ何よりのそれが証拠なんだな。お母さんだって心配してきりお休みました。お父さんだって頑固だけにそれだけどんなに心を痛めてるかわからせん。困るんだぞお前は。さあ飲め。もっとも小言を言われてちゃ飲めんだろ。もう何でも言わん。さあ飲め飲め。どうだ、お小遣い持ってくか。いや、いりません。まあ、遠慮すんな遠慮。いや、本当にいりません。じゃあいいぞ。それより、おじさん、さっきお願いしたことをうちには内緒でお願いします。うん、履歴書は明日早速回しとくよな。面会の日などもすぐ知らせるようにするよ。お願いします。なあ、しげお、あんまり強情張らずに冷静によく考えてな。詫びるときにはおじさんがいつでも詫びてやるから。お母さんに何かお届けないか。いや、別に心配しないようにおっしゃってください。心配するなと言ったって、まあいいや、言うだけは言うと。体だけは大切にしろよ。いいか。どうだ、うまいだろこの水炊き。この自慢なんだよ。入手料、ダメだダメだ。モモとかうまい、モモ。いらっしゃいませ。いや。いい陽気になりましたな。本当に。どうぞ。もうご飯ですか。構わないです。今日茂雄に会ったんですかね。え、茂雄に。そしてどうしてました。なかなか元気でした。それでその女の人と一緒にいるそうです。あの分じゃまだまだ別れそうにもありませんわ。そうですか。いろいろ言ってみることは見たんだけど。何か言ってませんでしたか。いや別に。でもね、お母さんには心配しないでくれって言ってましたよ。そうですか。いや、心配する必要はありませんよ。どこだもの、どれだってね。お待たせしました。僕影山です。はじめまして。これで見ますと、アパートにおいでですね。はい。どうしてご両親と別々にいらっしゃるんですか。ご長男でしょ。
ちょっと事情がありまして。お一人ですか？いや、ああ、そうですか。あ、お二人、あ、まあどうぞ。つまりご両親がお許しにならない。困りましたな。いや、別にね、新聞社ですから、堅苦しい会社と違ってどうでもいいようなもんですけれども、困りましたな。事実からね、その自粛してる際ですから他の社員の手前非常に緊張を欠くということになりますしな。どうですか、この際ですね、真剣にお考えになって、どうしても入社をしたいとおっしゃるんでしたらば、その女の方とお別れになるなり、いや、まあそれは、いや、まあその別れるということはなんですけどね、まあ一時ですね、別居という意味でお家へお帰りになって、そして勤めていただければ非常に、まあこうその、まあ、こういうわけですかね。とにかくですな、この際そういう条件でないとちょっと。そうですか、わかりました。あ、早速分かっていただいて何ともどうも。よくわかりました。じゃあこちらからお断りします。何をしたの？何でも言いません。ただこちらからお断りすると申し上げただけです。いや、しかしこの際ですね。いや、失礼しました。いや、ちょっと待ってください。いや、そう興奮されちゃ困っちゃうな。とにかくね、その僕としてはですね。いや、よくわかってます。あなたはただ売りから頼まれただけなんです。そうでしょ？そうなんです。いや、そうじゃない。なっちゃったな。とにかく僕を恨まんでくださいね。いや、恨むなんかしません。むしろ感謝します。失礼しました。感謝ったってね、感謝されたって困っちゃうんだ。高校のスペースが少なくなって困っちゃうしな。はいはい。ああ、影川君か。生きよったかね。それで、なんで怒った？怒ったかね。あ、お怒りになりまして、私の申し上げようが悪かったのか、どうもお役に立ちませんで。なに、ご苦労ご苦労。そのうちに目が覚めるだろう。その時はまたお願いします。あんたも少しお遊びに。ありがとうございます。奥さんによろしく。何、奥さん？わしんとこは去年死んだがな。いや、さようで、これはどうも失礼いたしました。ついうっかりしまして。ごめんくださいまし。そうか、去年死んだか。どいつもこいつも強情っぱりばっかりだ。元気だね。じゃあ谷川さん失礼するわ。そう、じゃあまたね。あ、いいの、いいの、悪いの、いいの。そう、じゃあ谷川さん。どうなさってんの？元気だよ。心配してんのよ。綺麗になったな。いやだ、兄様こそどうしてらっしゃるのさ。どうもしちゃいしないよ。どうもしちゃいしないったって。あ、お前みんな帰っちゃったのよ。いじゃないのか。いいんだよ、ピアノの家から帰るって。この間お兄様、お医者様にお会いになったって。思ったよ。兄様、なんかお飲みになる？そうだな、コーヒーもらおうかな。不景気ね。だってお前どうすんかな。あ、いや、私がおごるわよ。どうか、すまん。あのね、おコーヒー2つ、ベープダップ2つね。お兄様がお家お帰りにならないって、みんなとても心配してんのよ。お母様なんか思い出しちゃうのに気がしちゃうわ。お父様と時々ぼんやりしてらっしゃることだから、お兄様のこと考えてらっしゃるんだと思うと、なんだかお気の毒な気がしてたまらないわ。任されてらっしゃるのよ、その人に。さあ、僕には分からん。どうして？そうじゃないか、騙されたと分かったらこんなことしちゃいないよ。それはそうだけどね。
じゃあ当分お別れになるおつもりないのね。まあないね。誰だって別れるつもり一人だじゃない。そうだろ。そんなにいい人、その女の人。おじさんじゃないけど、時間の問題だからね。あ、おじさまなんかおっしゃった。ん、いや、お兄さんのとこ行きたいわ。何日？何日って一度だけでいいから見たいのよ。嫌だよ。それに今日もいないだろ。人見知り行っちゃってるよ。お部屋だけでもいいから見たいわ。お兄様のお部屋。困るね。ねえ、お願いよ。無駄だってば。無駄だっていいわ。参考のために見たいのよ。お願いよ。じゃあちょっとだ。すぐ行きましょうよ。慌てんなよ。まだ残ってんじゃないもんね。アパートっていい？まあ、それは俺、いくらで黙ってるよ。私、アパートって入るの初めてよ。病院みたいね。ここ？まあ、おかえりなさい。なんだ、まだいたのか。どうでしたの？うまくいきました？ダメさ。お客様？うん、妹だ。おい、入れよ。お邪魔します。さあ、どうぞ。散らかしておりまして。どうぞ、お引きくださいませ。はじめまして、美和子と申します。いろいろお詫びとさなければならないことがあります。余計なこと言うな。静かね。うん。お紅茶もよろしいかしら。紅茶？紅茶しかないじゃん。あ、お構いなく。いいえ。早く飲んで帰るよ。え？もう一回も来たろ。じゃあ私帰ります。どうぞ、ゆっくりして。冗談言うなよ。ゆっくりして止まるぞ。帰るわよ。ではお邪魔しました。本当にお帰りですの？どうも失礼いたしました。どうぞ。またまた来ますわ。どうぞ。あ、もう来なくたっていいよ。ではそこまでお送りいたしますわ。分かりにくいことがありますから。僕が行くよ。いいわ、それで分かるわ。どうせついてたから。お邪魔しました。いや、それでもない。言い方が
兄さんはやっぱり偉いわね。ああ、そんなこと言うな。いいじゃん。寝ようかな。おやすみなさいまし。あら、お父さんまだお休みなんないの？お前にピアノを弾かれたら寝られんからな。もう弾きませんから早く休み休ませ。珍しいこと言うな。早く休めなんて。なら今起きてらっしゃって、私また弾くから。ああ、いいよいいよ。寝るよ。じゃあおやすみ遊ばせ。おやすみなさいまし。としこもおやすみなさい。お父様のお寝巻き見てわめなさい。あのね、お母様、私ね、お兄様のとこ行ったのよ。知らんとこ。どう？女の人にも会ったわ。どんな人？いい人よ。とてもとなしそうな人だわ。私なんだか詳しい気がしてたまんなかった。許してあげなきゃ、かわいそうよ。でもね、お父様がね。明日でもお母さんね、お父さんのご機嫌のいい時見て話してみるけどね。ね、うん、それなのよ。ねえ、あなた、それじゃあまりかわいそうじゃありませんか。何や怖い声、勝手に出て行きよってほっといたらいいじゃないか。あなたのようにガンガンおっしゃったって、とし子だってもうそろそろお嫁にやらなきゃなりませんしね。やったらいいがな。やったらいいがっておっしゃったって、資源があれじゃやりはしませんよ。よしんこまたたとえやれたにしたところで、あとあんたうちはどうするつもりなんです。どうもせんよ、タバタバしてねえよ。あなたはおよろしくたって、私がそれじゃやりきりはしませんよ。そんなお前が嫌なら買っていて、朝っぱらから。ねえあなた、それであなたはどうなさるつもり？お前嫌なら暇んとこ行ったらいいじゃないか。わしは一人で服におる。そんなバカな。何がバカだ、しかもこそバカだ。いや、心中が流行るね。ポカポカしてきましたからね。妖怪の悪いものはいるもんだね。あ、お出かけですか？奥さん田舎いらしたきりお帰りにならないんですね。ええ、そのうち帰ってくるでしょう。帰ってなんか来るもんか。逃げられたくせに。逃げられたんですか？そうだよ。そうですか。あ、おかえりなさい。あれをまた逃げられた口だね。どうですか？二人でね、この本来いないらしいね。
じゃない。少なくとも君よりは利口だよ。あんな男といつまで一緒にいたって、そんなことあるじゃない。死ぬの待ってるよ。君だって逃げりゃいいんだよ。逃げりゃ。そうじゃないか。なぜ君が逃げ出さないのか僕には分からんよ。どうしてそんなことをしちゃうの。私そんな女じゃないわ。じゃあこれから先僕たちはどうなると思うんだ。つまらない僕に死ぬからどうなると思うんだ。死ぬより他に道はないぜ。そんなことあります。あなただってきっとどうにかなりますわ。なるもんか。いや、なるわ。勝手にそう思ってりゃいいんだ。に信じりゃいい。僕は死ぬよ。僕なんか死んだ方がいいんだ。君のためにもいいんだ。そうだろう。私も言いやがった。だからどんなことをしてるんだわ。バカ言うな。いえ、そうよ。そうだわ。私と一緒にこうしていらっしゃるのはお嫌になったんだわ。お家帰りたくなったんだわ。いい加減なこと言うな。僕がどうにもならなかったら君を騙してるようなもんじゃない。それが嫌なんだ。もちろんどうにかなりたいさ、二人のために。でもどうにもならなかったら僕たちは死ぬほかないじゃないか。僕が死ねば君に救われるんだ。私も死ぬわ。君は何もそんなことをする必要なんかないよ。君だってまだ若いんだし、僕と違った生き生きした青年と一緒になる。人生なんてこんな素晴らしいもんだって思うようになるんだ。泣かなくたっていいよ。何も君を責めてるんじゃないよ。君を不幸にしてる僕自身の人を助けてるんだから。女の間違いだと下手なデートが一番嫌いだ。もう時間だよ。もし来たのどうなるのか。今日様子は心配だわ。あなた、どうして僕が死ぬと思ってるのか。そんなに簡単に死ねるか。あったね、お前は。さ、もうそんなみっともない顔しないで。ゴミ石来てます。かわいい、見てごらんよ、これ。どうだ、いい顔だろう。そういう顔は人に見せる顔じゃないぞ。あなたが悪いのよ、泣かすから。誰？どなた？私よ。ごめんなさい。迷惑だよ。なんて失礼いたしました。ご無沙汰いたしました。このお土産買ってきましたわ。余計なもらすんだよ。お兄様じゃないわよ。お姉様に差し上げて。ありがとうございます。大丈夫ですわ。でお兄様、それより今日みんなで映画でも見に行きます。嫌だよ。ならいいわよ。お姉様と二人で行くから。僕は邪魔するなよ。いえ、私構いませんのよ。なら二人で参りましょうね。僕も行こう。あら、お兄様行くの。お留守番してらっしゃいいのよ。だからいいの。二人でつまらん話をしたわけじゃ変わらんけどね。おい、支度しよう、支度。じゃあまだいいよ、女の。いいのよ、何も。よろしいんですの。お二階にしましょうね。あ、任せる。私買いますわ。Thank you.
んであんなつまんないの。あ、お兄様、おタバコおろうかよ。6巻ぐらい切ってるよ。切れさせんの。お姉様、としこさん、私まだお詫びをいたしませんで、さぞ悪い女とお思いになってることでございましょう。あら、そんなこと、私の方こそお詫びしなければいけないんですわ。いろいろお姉様にご苦労かけて、母も申しておりますの。本当にお気の毒ですわ。いえ、私こそ申し訳ないと思っておりますわ。そんなこと、でも父もきっと許してくれるだろうと思いますし、いつまでもお姉様にご苦労をおかけしませんから、もう少しご辛抱なさっててくださいませね。とんでもないことですわ。私こそ勝手な真似して。あら、そんなことしちゃ嫌ですわ。それからこれ、母から頼まれましたの。兄に内緒でどうぞ受け取りになってください、ね。そんなことしてたらじゃ。いえ、兄に見つかると怒られますから、早くおしまいになってください。ほら、来ますわ。早くおしまいになって。じゃあ、お預かりしてきますわ。どうぞお母様に。お兄様。ん？今度はきっといいわよ。どうしてわかるんだ。どうしてって、なんとなくそんな気がするわ。うん。じゃあ、なんとなく見てよ。まあ、意地悪ね。あ、言ったな、お前は。はばかり様。はばかりはおろうかよ。いいよ、妹さんね。なんだ、なおてんば。かわいらしい方だわ。私、なんだか申し訳ないような気がしてならないの。あなたをお家から奪っているような気がして。バカ、余計なこと言わなくたっていいよ。あ、あ、誰？ん、なんでもない。どうなすったの？なんでもないよ。私などを思い出してせっかくいらしてくださったんですから、何とかして差し上げたいんですけども、とにかく3日お待ちください。あ、私の方からお知らせします。あ、どうぞよろしくお願いします。どんな仕事がいたす覚悟ですから。それからどうかこのことはおじには内緒で。ああ、承知しました。じゃあごめんください。何、また生きよったかね。おう、わしに内緒でか。いかがでしょうか、もう一度この前の手で。いや、あれはダメだ。あれは君古いよ。うん、わしにも考えがあるから、もう二三日待っていただこう。うん、いろいろどうも失礼いたしました。ごめんございます。では奥様に。いや、もっとい、あら、失礼しました。ごめんください。救治終わったな。どうしてるんだな。椿姫でしたっけかな。あれ親父か。親父、おじ、親父、おじか。今
今のままでは結局あの方の将来を台無しにするよりはおっかないと思っております。どうぞ今までの私をお許しくださいまして。何を言われる、あんたがどうして悪いもんか。悪いのは私の方だ。あんたのような優しい人にこんなことを言わにはならんなんて、私の方を許していただかにゃ。いいえ、後取りじゃなかったらな、どんなんでもしてあげるんだな。分かってくださいね。全くあんたには気の毒でならんが、私だってあんたをこのままには知っておきませんし、この先できるだけのご尽力はするつもりでいいから、まあ今の無理は許していただきたい。これは決して手切れ金とかそういう意味のものじゃなく、ただ当座の小遣いとして受け取ってもらいたいんだ。そんなこと私嫌でございますわ。だが本当に嫌でございますわ。強情な女とお思いになるかもしれませんけど、ちょっと私は悪い女にならないでください。いや、そういう意味じゃなく、どうぞ私あの方のため喜んでお別れいたすんですから。そうです、私が悪かった、失礼します。あんたは全く立派な方じゃ。一度でいいから修行の父に見せてやったよな。あんたは私を悪い人間だと思うでしょうな。いや、そんな今は自然っぽい話ですよね。いや、私は帰る。お会いしよう。ちょっと待ってください。皆さんで分けてください。じゃないね。何でもない、ね、修行を帰ってきますよ。まあそうですか。ええ、帰ってきますよ。またどうしてね。いや、実は今私女に会って頼んだんですよね。は、女は別れてくれるというんですよ。それで、いや、実に優しい、いい人でしたよ。かわいそうでしたけどね。おじさま、それ本当ですか。私をバカだとおっしゃったわね。だよ、それはどうしたんだ。私逃げてきますわ。逃げて私お別れしますわ。お別れしてくださいな。どうして急に。君がそう言うなら別れてもいいよ。僕にはそれを嫌だという権利もないし資格もないもん。考えたのよ。いつまでもこうしてるのいけないわ。そしてあなただってお家にお帰りになってちゃんとなさらなくっちゃね。お別れしてくださるわね。ごめんなさいね。許してくださるわね。許すも許さないもない。君が別れるっても仕方がない。あなたにだってその方がおためだわ。お帰りになって。このことなんかどうでもいいよ。だってそうじゃないか。君が若手だったら人のことなんて構わずに別れないんだ。僕のために別れるなんて言わなくたって。君の幸せのために別れるなら別れするよ。僕のためにというのは僕は嫌だ。そう、やりませんわ。私のために別れていただくんですわ。
幸せのために。そうか。急がでよろしいんですか。でもお越しになるんですか。ええ、さよすか。どうもありがとうございます。おお大変だ大変だ大変だ。おいおいおい大変だ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 。本当だ。死んだと思ったのか。うん、そうじゃないの。僕のことなんか心配しなくたっていいよ。でもお別れしたらあなたどうなさるの。ね、どうなさるの。お家へ帰ってくださるわね。どうでもいいじゃないか。帰ってくださいね。ね、帰ってくださるわね。うるさいね。君は自分のことだけすりゃいいじゃないか。僕の始末は僕がするよ。でも帰ってくださらないんじゃ。分からんな。やいおじさま、そんなことって。それじゃお姉さまあがまりをかわいそうよ。ねえお母さま。だがお姉さんをうちへ返すためにはな。それにこれっきりというわけじゃないし、あとはあとでまた。なら今なさればいいじゃありませんか。それがそういかんからこうなるんじゃないか。いいわ、お兄様は一人でお帰りになるわ。私がお姉様のとこ行きます。お姉様一人でほっとくなら。トシコ、お前そんなこと言って。いいの、私行くわ。お母様たちお姉様のことご存じないからそんなことをしたんでしょ。トシコの言う通り、いい人には違いないよ。それはおじさんだって認めるよ。しかしお兄さんに家に帰ってもらわなきゃこの家が困るじゃないか。仕方がないさ。トシちゃんだってお嫁に行くこともできんよ。お嫁なんか行きたくありません。そんな分からないこと言うもんじゃないよ。それじゃあお父さんやお母さんがかわいそうじゃないか。だってお父様ご自分が悪いんですもの。いいわ、私お父様行ってくるから。そんなバカなこと言うもんじゃないよ。ね、そんなこと言えばまたお父さんに怒らすだけだ。ね、それよりこのままお兄さんが帰ってくればお父さんだってどんなに喜ぶことか。ねえトシコ、我慢しておくれね。それお母さんだってね。いやいや、お母さんまでそんなこと。ねえトシコ、おじさんがあとはうまくやるよ。ねえ、うちのため、お父さんのため。ね、せっかく別れてやろうと言うんだ。別れてもらおうじゃないか。別れて。そんなことはできんよ。ん、そんな不妊じゃねえ。まだ聞いてたんですか。聞いておった。そんな不人情のこと知ってわしは喜びやすいん。なんですって。そんな白状なことはできんよ。じゃあどうすりゃ。え、どうすりゃ。どうすりゃったって許してやったらいいじゃないか。え、許す。それお父様本当。じゃあ女も。女、うん、やっぱりそうするか仕方がありません。そういうことはないが、仕事だって一人でなんぞ家に帰ってこんよ。あんな大じょっぱりだけども、そんな不人情なことをするやつじゃないよ。いや、あんたが許すんなら何も問題はないんじゃが。だから許すと言っとるじゃないか。わしは今までだって許さんと決めたわけじゃない。あいつのいい加減な浮ついた気持ちさえないということが分かったらば、いつでも許してやるつもりでおったんだ。そんならそれと分かれば何も。いや、とんだ苦労しちゃった。あんたが勝手に苦労したんじゃないか。そういうことになりますな。とんでもない目に遭っちゃった。でもまあよかった。これでやっとうちの中が明るくなります。トシちゃんだってこれで立派にお嫁にも行けるし。泣いてなんとったらお嫁なんて来やせんぞ。さあ、泣いてないで。お兄さんに早く知らせて連れてきなさい。そうや、急いで行ってらっしゃい。ああ、いいお天気だな。白い雲が浮いておるし。これでやっと安心ですわ。よかったですな。本当におじさまにはいろいろとありがとうございます。そちらの頑固親父もとうとう。ああ。いや、全体あんたあまりそのおせっかいすぎるよ。そういうことになりますな。どうそろばん置いてもそういうことになりますかね。
ミヤコ、そんなことしなくてもいいよ。いいね。僕のことは僕がするから、君は君のことしてもらう。もう時間だよ。お店行ったらどうだ。え？いや。臭いと思ったんですがね、まさか自殺するともね。だけど部屋だけ美月も倒されて、あれかこれじゃ商売になりませんよ。何かあります？いるでしょ。お兄様喜んでちょうだい。お父さんもお許しになったのよ。あ、お気になったの？お姉様とおじ様のこと。何、おじさん？でもね、帰ってそれが良かったのよ。お父さんもお許しになるもとを作っちゃったようなもんですもの。本当に良かったわね。お母様なんかね、泣いて喜んでらっしゃるのよ。ねえ、お兄様すぐお家を帰りになってよ。お姉様、私を連れてくわ。ねえ、お兄様すぐいらしてよ。そんな慌てなくたっていいよ。慌てた方がいいわよ。お母様たち待ってらっしゃるわ。私お姉さんも連れてくるから。お姉さんがきっと喜びになるわね。ねえお兄さん、まあ絶対方ね、早くしなさいよ。早くよく来なさいってば。私行くわよ。いいこと、いいこと、行くわよ。あら、何してんの。ダメじゃないの。行ったら行くよ。あんたは、嬉しいくせに。いいこと、円卓でいらしてね。1円50銭絶対よ。2円かな。うん、大丈夫、大丈夫、1円50銭で大丈夫、大丈夫。どうぞ。お嬢さん、お嬢さん。え？自動車ってくださいよ。ごめんなさい、失礼、急いでたもんで。さあ、すぐいらして。ねえ、どうなさったの？ございますの。本当に覚悟してありましたんですから。あら、おじの言ったことなんかあんなの全然別ですわ。ねえお姉さま、それじゃいかにもこういうことを待ってたようで。そんなことありゃしませんわ。お姉さまそんなことをしたんなら私の今までの黒水の泡よ。実なりませんわ。でもお父様やお母様に申し訳ありませんもの。お姉さまきっと父や母のことをご存じないからそんなことをしたんでしょ。いいわ、分かったわ。ちょっと待ってらしてね。あの、ちょっとお電話始めます。あ、どうぞ。はいはい、そうですよ、トシコ。あ、お母様。ええ、私よ。困っちゃったわ。お姉様、私で信用なさらないらしいのよ。そう、そりゃ困りましたね。ちょっと待ってちょうだい。はい。どうしたんだ。俊子じゃダメらしいんですよ。遠慮してんじゃないかね。君よ、お前だよ。その女の人にお前から一歩話したらどうだ。はにかまんでもいいじゃないか。うん、わしが承知していることだし。早く出なさい。電話コンセンスといかんから出なさいよ。もしもし、僕だ。あ、トシコが。あ、お兄様、ちょっと待っててね。あ、お姉様、兄が出たんですの。早く出てくださいませ。ねえ、早くよ。もしもし、もしもし。あ、君か。なぜつまんないんですんだ。こいつったら素直に来たらいいじゃないか。そんなにじゃけに言わないでさ、私優しく言ってください。君、来てくれるね。え、来てくれるね。
ったの？君泣いてるのか？え？泣いてんのか？笑ってますわ。